お酒マン。お酒マン。すごいね。すごい。かっこいい。テーブルが。こんにちは。こんにちは。中村です。中村です。今回は、はい。茨城県土浦にあるダムグッドガレージさん、はい。に取材許可いただきましたので、こちらのお店の紹介をさせていただけたらと思ってます。念願の。念願の。そのダムグッドさん、はい、店舗がこちらです。看板にはダムグッドガレージ書いてあって、やばい、うん、やばい、クソやばいガレージ、うん、ね、早速、はい、お邪魔していきたいと思います。はい、ドキドキする、ね、もうでもさ、窓が広くてもうちょっと中見えてんのよ。そうだね、もうやばい、やばいね、うん、はい、ああ消毒 ね、はい、ね、消毒のやつがもうおしゃれ、そう、やば、早速俺知らないブランドさんがね、本当でもかっこいいんだけど、スノーピークのユニットがハマるみたいなやつですか。あ、いいですね。あ、これも、はい、それも3枚、すごい、しかもこの真ん中のやつ、これだけでなんかここにそれ、あの、押し込んでもらうと下着なくて、壊すかもしれない。壊しそうでない。力を入れられない。あ、へえ。そうするとここに、はい、あの、OD 缶入れて、あ、すごい。なるほど。これも外すことができるんで、はいはいはい、これだけでテーブルとして使ってもいいし、うんうんうん、これ真ん中外すとこの2枚分がつながるんで。あー、なるほど、幅が狭くなる、へー、あー、すごいな、テーブルばっかが増えてってもこの感じと、これはすごい、これだいぶ自由度高いね、自由度高い、めちゃでかくできるじゃん、だって結構ちっちゃくなります。あ、ちっちゃくなります、細長い1本になります、はあ、欲しいね、これね、これ欲しい、この間What do you want さん買ったばっかだけど、やっちまってんな。でもかっこいい系のテーブルとしてかっこいい系だから全然いい、いいよね、うん、これはすげえ、これはいいの、これの入ってすぐの欲しくなるこれ板状のやつ、ガラスなんですよ、透明の、透明のガラスここにはめ込める、これが、それめっちゃおしゃれ、2ユニット分ぐらい、そうだよね、これがガラスが入ってるぐらい、4ユニット分が、すげえ、やばい、おしゃれテーブルになるんだ、で強化ガラスなんで、はい、このガラスの上にそのまま盛り付ける人もいるし、ああ、ちょっとそのままテーブル使っちゃう、すごい、強化ガラスってそういう使い道あるんだね、ね、すごくない、やばいわ、うん、ガラス、あ、これこういうなんか拡張性のあるやつってすごい惹かれるよね、うん、村子のテントに合う、合いそうよね、うん、これは来てるなこれ欲しいね、うん、かっこいいわ、かっこいいわ、このチェアも売り物なんですか、そう、あー、そうなんですね休憩用のめっちゃ見えちゃうとこに超堂々とサボるこのラックもおしゃれだね、ね、大島園さんの茶館が、本当は、あ、え、ソールドアウトなんだ、全部売り切れです、やば、あ、そうなんですね、今日在庫が、いいですよね、お茶館なんか置いてある置いてあるもの全部がかっこいい、うん、ね、いいな。いやでもテーブルが、これオリジナルのやつ、あ、ダムグッドさんのオリジナルなんだ、え、それはやばすごいね、何から何まで足のプレートついてるから
ついてる、つけるか、つければ、はいはいはい、これはすごい。え、なんかおしゃれなの入ってる。あ、もうこれが収納できるみたい。いいね。専用設計なんですか。すごい。なんかいろいろ見てると専用設計多いですよね。オリジナルのやつ。すごい。作ってしまう。すごい。それができるんですか。すごいよね。え、でも別にね。それ持ってなくても、うんうん、もちろんもちろん全然ね、うん、これは上に持ち上げたら開けられるやつですか、うん、あ、すごい。あ、こっちで分かれてるんだ。これいいね。テーブル兼収納憧れるよね。いい、はい、あ、丸いやつ。なるほどね。しかもこれもさ、かわいい、うん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 。これ？アシモクラフトさんのやつ。あ、そうなんだ、うん、知らんくて言ってるけど私は。おしゃれだね。おしゃれ。お、この棚さ、かわいいっつって。でも結構大きいからと思ったらさ、見てこのちっちゃいの、うん、これかわいくない？かわいいね。これいいね。でもさ、ちゃんとこのストッパーじゃないけど、反り防止みたいになるし、しっかりしてる。これベルテントに合うね。あー、かもね。かわいい、うん、全然先に進めない。これかっこいいっすね。これがターンっていう、ご自身で、うん、ご自身でやられているところ。ブロックって、すごおしゃれね。いいね。ブロック S、M、L があるね、うん、サイズが3種類ん、ね、しかもちゃんとさ、こういうとこも細かく可愛い。本当だ、ロゴも入ってて、うん、いいね、うん、結構でかい巻きも入るね、これ。こっち結構ガンガンいけるよね、うん、大きいよね。四角いからさ、うん、よくない？うち丸いからさ、なんか、あのスノピの微妙に入らんけど、なんだっけ、スノピのカシャンって立つやつあるじゃん、うん、フローガとかつけてるやつ、うん、あれと同じような名前全然出てこないね。巻きの入れ方になるもんね、うん、いけるね。しかもみんなキャンプに関わる何かを作ったりとかしてるって。すごいね。そんなかっこいいことある？すごいよ。なかなかないよね。この台もかっこいい。あ、これユニフレームのやつにはまる天板みたいなもんですかね。トレーニングルームのキングトラックですね。乗っけられる。いやー、これこれいい。 いや、いいんだけど、うちパチモンじゃん、うん、フィールドロックのパチモンだから、わからん、一か八かな。サイズが完璧だったら。え、これやば、めっちゃかっこいいじゃん。これかっこいいね。結構また大事に、傷がつかないように使って。確かに。アルミニウムのアルマイとかも決めるので、はいはいはい、剥げにくくて傷もやば、塗装よりつきにくいです。はあ、こっちは、ちょっとこれはいいな。アルマイト加工じゃなくですか？そっちはアルミの地の色ですね。あ、この色もいいね。加工はしてあるので、はい、そっちの色は跳ねることないし、はいはいはい、うんうん、これかっこいいね。かっこいい。これちょっと寸法さ、うん、測って、うん、うちのやつがはまれば、これはまればこれに昇格しよう。あの、なんか、うん、付属の竹、竹のやつじゃん。竹の天板ね。こっちがいい、絶対かっこいい。ホームセンター仕様のやつ、うん、やばぽい。あ、ぽいね、ぽいぽい。インスタで見たね。インスタで見た、はいって気のやつ。渡す用じゃないでしょ。え、渡す用ですよね。それは渡す用です。あ、そうなんですか。そう、渡す用だよ。そうだよ。こうやって、あ、ここを持ってると渡す時にそこを渡せられないから。あー、なるほど。ほいってやれるんだよ。ほい、そういうものとかも渡しやすい。なるほどね。すごい。結構渡しにくいですね、うん、はいはいはい。おしゃれ。あ、シェルコンのグリップが取っ手につくようになってるんですね、はい、すごい。自分でパラコードで、ちょっと自分でオリジナル感を出せるね。うんうんうん。
ね、うちある。そうだね、うん、ここ全部あるね、うちでもこんなに在庫売ってるの見たことないよね、うん、でもなんかそう青が人気なね。へえ。ミニマルワークスさんのものもあると。うん、あ、アノニマスさんテーブルも出されてるね、そっちの。あ、ほんとだ。え、ね、これはこれでかわいいね。え、でもこれほんといいな、これかわいい、ね、かわいいね、うん。で、ここはうちが突発的に買ったらめっちゃ高かった足これ5、6000円ぐらいかと思って、これが必要ですよって言われて、あ、じゃあ買いますよって言ったんですよ。じゃあ会計がなんかえらいことになった。意外とするす、ね、意外としますよねこれはびっくりしてる、ね、これね、びっくりした。でも収納便利だよね、やっぱ ね、 そうだね、外してカチャカチャってできるのは、うん。ここも見たことない。これ私見たことあるよ。お酒マン、お酒マン、この瓶見たことあるじゃん、知ってるでしょ。はい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 、こうやっけな、大の字とかに置いてあったかも。本当、受付かなんか。これかわいいよね、見た目おしゃれ。はいはいはい、あ、あ、そうなんですか。へえ。あ、これがそうなんだ、ヒルズフィールド。キャンパイパーカーって書いてある。パーカーもあるん。てかなんか箱がそう、箱がおしゃれなんよギアが入ってそうな洋服が入ってるだけの箱じゃないよね、もうね。やっぱさ、こういうのを考えるというか、作る売る人たちってすごいね、デザインセンス半端ないんだね。これもらったらめっちゃワクワクするよね、うん、この箱すごい、開けられないやばー。テーブルも、テーブルもかわいい。テーブルもね、いいサイズだね、うん。これ半分に折って、めっちゃ綺麗に収納できる感じの見たことあるわ。収納できるテーブル、うん、俺の木琴、ソールドアートだけど、うん、すごいね、すごい。これかっこいいね、フリーザ、うんうんうん、めっちゃ聞いたことある。これだいぶ勉強してます聞いたことあります。一時はブランドすら聞いたことなかった、うん、すごいね、すごい、かっこいい。下もおしゃれにカットされてる。本当だ、これ超かっこいいね、すごい。焚き火台、フリーザ、フリーザの配管こその隣の箱です。あ、これか。それはまだ自作中なので、うーん、それも見たことある。やば、すげー、すごい。この天板は、この天板はデバイスさんのやつですか。目が描いてます。メタヘッテ、はいはいはい、アナキャンさんのメタヘッテは全部入ります。へー、好きな天板にもぜひ。あ、じゃあこの上のところにはそれをつけ、自分の好きな天板つけて、で中にこの子をしまえるようにすると。ほう、すげー、かっこいいね。いや、めっちゃあるな、この辺全部。そうだね、38エクスプローラーさん、これも今人気のライトですよね。みやびっていうの、バンバン売り切れるらしいもんね。あー、これ見たことあるよ。うんうんうん、かわいいよね。鉄カバーっていうんだ。鉄カバー、スマビトさんのかっこいいよね。ね、シェラカップがさ、シェラカップ欲しいな。めちゃいっぱいある。うん、ソマビトさんのもある。イエーイ、はい、hey. 逃げ込んできました。逃げ込んできましたラムグッドさんお伺いして、まあ買ったので、買ったものはおまけで、はい、またお見せしますが、うん、ね、でもすごくいいとこだったね。あ、はい、2022年の5月2日にお店を作られたばっかり、うん、で、これから秋口ぐらいからはもう5月2日ね、うん、5月2日ね、秋口ぐらいからはキャンプ場としても機能できるように、はい、うん、空いてる土地を生かしてキャンプ場をこの敷地内に作られると、うん、ガレージブランドがめっちゃあるし、うん、しかもなんかさ、あれいいよね、ご主人のキャンプ仲間、うん、
が作ってるブランドとかも置いてあって、他であんま見ないやつとかが結構あるから、しかもそれも超おしゃれなの、からすごいめっちゃおしゃれなものがたくさんあったし、あった、まあ、ここからどん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 他にも品物を一気に増やしていくと言ってたね。テントとかもね、置く予定って言ってたし、ブランドは言えないですけど、テント系も結構、おーマジっすかっていうのがたくさんあったので、これから増やす予定のがですね、ぜひこれからも楽しみにね、本当ガレージブランド好きの方はまず行ってもらった方がいいと思います、もうすでに結構インスタとかではね、話題だったりするから、実は行きましたみたいな人もいたので、ね、ぜひぜひぜひ買い物に行ってみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。キャンプもしてみたらいいんでしょう、いいんじゃないでしょうか。はい。ということで、まだ僕らのアウトドア系のチャンネルとして、いろんな動画カテゴリーとらわれずやっていきたいとなとは思ってるので、ぜひチャンネル登録していただいて、グッドボタンも押していただいてよろしくお願いできればなと思います。お願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。中村でした。ここから、はい、次行きます。はい、次行きます。テーブルやっぱ買いましょう。ダムグッドさん、はい、行ってきまして、買ったもの今日オープンします。ご紹介を。はい、はい、袋がもうぐちゃぐちゃになっちゃってるけど、まず、はい、これは余一さん、余一って合ってるかな。ああ、余一って感じね。余一の、粒みたいな見た目だけど、胡椒油。シュウ君の顔もね、アップです。これさ、ピンボケはどうしたらいいの。胡椒油っていうやつね。あの、粒の黒いなんかあの胡椒のやつを作ってるところのやつって言ってた。あれが粒と余一さんのコラボ商品らしくて。あー、なるほどね。そう、胡椒と醤油のなんかペーストみたいな感じかな。そしてこちらミニシェラ、ミニシェラ 100cc がソマビトさんのシェラカップミニシェラです。2つ、2種類、釜2つ買いました。おの、なんだっけ、おの像とチェンゾー、チェンゾー両方とも、おの、も、両方とも像だ。そう、おの像とチェン像のシェラカップ、シェラカップも買いました。はい、そしてどんどん移動させて、ダムグッドさんの2022年オープン記念、オープン記念のシェラカップ購入しました。はい、あと、そしてちょっとデカめな、アノニマスさんのラック、ラックかな、ラック、やばい、これラックを買いました。ラック買っちゃいました。小野さんが一目惚れの一目惚れです、あのダムグッドさんのオーナーさん、通称クロさん、クロさんの友達キャンパーさんが作ってるブランド、そう、結構あの木とアイアンのラックみたいな感じなんだけど、木が軽いからすごい見た目がね、うちのベルテントとかに使えるんじゃねってなって、そうそう、購入いたしまして、まあ新しいギアがうちにやってきたと、そうね、ということですね。シェラカップがまた増えた、
まあ、ミニシェラ、サマビトのミニシェラは結構珍しいよって話はあったんですけど、あんまりね、なんかサイズ感的にこんな感じ、あんま分からんノーマルのシェラカップとは、うん、まあ、一回りちょっとちっちゃい感じかな、うん、うちバーベキューとか多いからね、タレ系を入れるのがいいんじゃないかっていう感じでした、ね、ちょっと浅めな感じのミニシェラ感じかな、はい、これがダムグッドさん、はい、購入品です。で私たちが行った時に夕方ぐらいか、うん、夕方ぐらいから入荷ラッシュ、うん、ああそうだね、帰ってからって感じだね、僕らが帰ってからいろいろとギアが新しく在庫が補充されたりとかしてたので、動画に流れたやつプラスアルファすごく増えた状態だと思います、うんうん、まあ、ぜひ一度ね見えてみてください、めっちゃ良かった、うん、すごくいい、はい、すごく親切な僕らですね、ね、うん、以上ですよ、ダムグッドさんでの購入品、はい、以上でした。